我々、首都圏青森ねぶた林会と申します。改めてよろしくお願いいたします。我々ですね、この首都圏青森ねぶた林会という名前の通りですね、関東近郊でですね行われるねぶたのイベントだったりとか、ステージそして運行だったりとかそういうところをですね、お手伝いさせていただいて、青森ねぶた林を、PR させていただいております。で私たちですねこういうふうに今白い斑点で、林皆さんで演奏させてもらったんですけども、8月2日から7日まで、行われている青森ねぶた祭り青森市で行われてますね。でそちらの方にも、私たちの方は、それぞれかんあの参加させていただいて、青森の、このねぶた林を皆さんにここにお届けできればと思ってやってまいりました。さあ今演奏させていただきましたのは最初、笛の、ソロからの演奏だったんですけども、その後大太鼓で演奏させていただきましたのは集合太鼓と言いまして、これから始まりますよと集まってくださいっていうような意味の集合太鼓から始めさせていただきました。でその後ですね出陣太鼓そして進行、これが進行って言われるのは皆さんよくですねあの青森ねぶた祭りといったらこの進行のお囃子が一番やっぱりあの聞き慣れているのではないかなと思います。でこの後ですね、私たちの方で、その青森ねぶた祭りのこの進行ですね少しアレンジしたものをですね再度少しあの演目という形で演奏させていただければと思いますのでよろしくお願いします。
の方を演奏させていただきました。でですね、この後ですね、実はですね、ちょっと巷で少し有名になっております、ハネトという踊り手が青森ねぶた祭りには存在するんですけども、そこのですね、なんとハネトのゆきちゃんを今回ご紹介しますので、ぜひともお願いいたします。じゃあ早速ご紹介しましょう。ハネトのゆきちゃんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、青森ねぶた祭りラバーズ愛称ねぶラバのハネトのゆきちゃんです。よろしくお願いします。いただいて、気持ちがね、こちらをめくって津軽弁で言うんですけど、盛り上がってきましたか？ありがとうございます。で、皆さんがよりこのねぶた祭りを楽しんでいただくために、皆さんに青森ねぶた祭りの掛け声を一緒にやっていただこうかなと思うんですが、さっきこの羽人が入ってきた時になんか掛け声を言ってたと思うんですけど、わかる方いらっしゃいますか？じゃあ、どなたか教えてください。ラッセラッセはい、ラッセラーラッセ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 ラっていう掛け声を言いながら晴れてきました。それがねぶた祭りの掛け声になります。で、これは最初のラッセラーラッセラを誰かが言った後に、お客さんだったり他の羽人だったりがコール&レスポンスで後ろのラセラセラセラって言い合いながら一緒に跳ねる掛け声となっております。なので盛り上がるために、そして跳ね人がずっと元気に頑張るために、お客さんの元気なラセラが必要です。なので今ここでちょっと練習しようかなって思いますので、皆さん大きな声でお願いしますね。そう言います。ラセララセラって私が言いますので、皆さんが後ろのラッセーラッセーラッセーラっていうのを返してもらってもいいでしょうか。私が言いますので、皆さん元気にちょっと3回ぐらい言ってもらってもよろしいでしょうか。はい、はい、いきます。ラッセーラーラッセーラーラッセーラッセーラッセーラねぶたの向こうがあるんですけど、あの羽人が前で跳ねてたら、ぜひ皆さんの元気な掛け声で羽人を盛り上げていただければと思います。よろしくお願いします。じゃあもう一つですね、羽人が跳ねるため の、 なんて跳ね方があるんですけど、それをねちょっとお教えしたいと思います。跳ね方はすごく簡単で、小さい頃にケンケンパッチやってたと思うんですけど、それのケンケンをひたすらやる感じです。これだけなので、もしね、この体力に自信がないっていう方はもう手拍子とかでも大丈夫なんですけど、あ、ちょっとやってみたいわっていう方いらっしゃいましたら、ぜひちょっとね、皆様と距離を取っていただいて、ケンケンで一緒にやっていただければなと思います。ちょっとだけ練習してみましょうかね。じゃあとりあえず一回りお願いしてもいいですか。座ってる方たちは手拍子とか、あとラセラとかでちょっと一緒にやっていただければと思います。お願いします。前でやってますので、飛び込みで参加でもいいので、ぜひやってみてください。で、今は普通にこう皆さんと一緒に晴れてみたんですけど、なんと今日は2023年ミスター晴れとの、ちょっと今いなくなっちゃったんですけど、毎年ね男性晴れとのナンバーワンを決めるコンテストっていうのをやってまして、青森で、それの2番かな3番を取った方が2023年ミスターハネトの工藤千佳さんがいらしてますので、ちょっと本気のハネっていうのをやってもらおうかなと思いますので、皆
さんちょっとみんなで盛り上げていただいて、めちゃくちゃ高く跳ねるように応援してあげてください。このマイクいらなくないですか？じゃあ二回りっていうのをねやってもらおうかと思いますので、皆さんラセルで応援してあげてください。では二回りお願いします。ミスターハネとかっこよく跳ねてくれるんですけど、まあ、ここまで跳ねなくても大丈夫なので、皆さんは気持ちが赴くままに掛け声を言い、体が動くままに跳ねていただければと思います。じゃあこの後もう一回跳ねとか全員出てきまして、皆様と一緒にちょっと長めに跳ねたいと思いますので、ちょっとだけ跳ねる方は距離を取っていただいて元気に跳ねてみましょう。一緒にもしちょっと体を動かすの厳しいわっていう方は掛け声をしていただいて、ちょっと喉今日痛いんだよねっていう方は手拍子だけでも大丈夫なので、どれかしらで参加していただけるとすっごく嬉しいです。なので皆さんよろしくお願いします。では長回しお願いします。17時40分からねぶたが運行されますので、皆さんよかったらそこでですね、青森ねぶたをより感じていただければと思います。くすけ、ありがとうございました。首都圏青森ねぶた林会の皆さんです。